2番滑走最終滑走者です。ディフェンディングチャンピオンカレン・チェンです。18歳です。身長は昨年より2センチ伸びました。153センチです。名前がコールされたカレン・チェンです。この大会4回目の出場です。初出場からメダリスト3位、その次は8位でしたが、昨年はチャンピオンになりました。昨シーズン優勝した時のプログラム、映画黄昏に戻しています。ポジション一つ一つ明確ですね。トリプルループ。ダブルアクセル。ディフェンディングチャンピオン18歳カレン・チェンの演技でした。マイナス要素は最初のコンビネーションジャンプのところだけになっています。高さと幅非常に一つ目あったんですけれども、セカンドジャンプでちょっと
少しセカンドジャンプ回転かかるの遅かったですね。そうですね。それは後半に出たループジャンプでした、はい、こういうところ美しかったですね。そうですね。締めるタイプの選手ですので、はい、それが少しでもこうずれると回転不足にもつながりやすいんですけれども、決まると大きいんですよね。そうなんですね。今シーズンは苦しんでいたシーズンです。プログラムも元に戻しました。合わせてきましたね。そうですね。得点です。70点台には乗りませんでしたが 69.48 です。滑った中での3位に入ってきました。最終滑走者ですのでこの順位は確定のものとなります。そしてこちらはトップに立ったテネルです。これでショートプログラム全ての滑走が終了となりました。改めましてショートプログラムを終えての順位を画面で紹介しています。73点台が2人ですね、はい、そしてカレンちゃんは69点台、3位に入っています。アンジェラ・ワンが4位、そしてアシュリー・ワグナーが5位です。帰ってきたポリーナ・エドマンズが7位に入っています。22人の選手が出場したこの2018年の全米フィギュアスケート選手権女子シングルのショートプログラムです。全米フィギュアスケート選手権2018女子シングルショートプログラム、鈴木明子さんの解説でお送りしてきました。どんなショートプログラムだったでしょう。